コリアテカウは、ルーマニアコンスタンツァ出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとして活動し、これまでに ATP ツアーでダブルス29勝を挙げている。自己最高ランキングはダブルス2位。身長 193cm、体重 86kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。2012年全豪オープン混合ダブルスで、 ベサニー・マテック・サンズとペアを組んで優勝。2015年ウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ジャン・ジュリアン・ロジェとのペアで優勝を挙げている。テカウは7歳からテニスを始める。2002年ウィンブルドン選手権と2003年ウィンブルドン選手権、ジュニア男子ダブルスでフロリン、メルジャとペアを組んで優勝している。2003年に、プロに転向。テカウは、普段からダブルスのみに活動を絞り、 4大大会の男子シングルスには一度も出場がない。2010年2010年のハイネケンオープンでマーカス・ダニエルと組み、ツアー初優勝する。この年からロベルト・リンドステッドとペアを組むようになり、2010年ウィンブルドン選手権、男子ダブルス決勝に進出し、ユルゲン・メルツァー、フィリップ・ペッシュナー組に1から6、5から7、5から7で敗れて、準優勝となった。 2011年ウィンブルドン選手権でもリンドステッドとペアを組み2年連続で決勝に進出したがブライアン兄弟に敗れた。2012年全豪オープン混合ンダブルスではベサニー・マテック・サンズと組んで決勝に進出しエレーナ・ベスニナ・リンダー・パエス組に63、57、13で勝利し初の4大大会タイトルを獲得した。 2012年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでは3年連続の決勝に進出したが主催者推薦出場のジョナザン・マレー、フレデリク・ニール戦組にフルセットの末破れ3年連続で準優勝となった。7月のロンドン五輪ではルーマニア選手団の騎手を務めオリンピックに初出場した。アトリアン・ウングルと組んで男子ダブルスに出場したが1回戦でカナダのダニエル・ネスター、 バセク・ポー・スピシュル組に敗退した。2012年で、テカウは、リンドステッドとのペアを解消し、2013年は、マックス・ミルヌイ、2014年以降は、ジャン・ジュリアン・ロジェとペアを組んでいる。2015年ウィンブルドン選手権では、決勝で、J.B. マリー、ジョン・ピアーズ組を破り、男子ダブルス初優勝を果たすと、ATP ワールドツアーファイナルで優勝し、テカウ、 ロジクミは年間チームランキング1位でシーズンを終えた。リオ五輪男子ダブルスでは決勝に進出するも、スペインのマルクロペス、ラファエルナダル組に2から6、6から3、4から6で敗れ、銀メダルを獲得した。ありがとうございます。